それではこちらのタイトルについて間が発表させていただきます。これ、EMNLP に採択されてるんですけど、まだアーカイブになるものを使ったので、また少し内容が変わってるかもしれません。最初に概要です。ちょっと前にできたAttention is not explanation っていう論文の主張っていうのが、そもそもエクスプレネーションっていうものの定義に少し依存しているっていうところを主張していて、その研究が少し1個の側面しか見ていないということなので、いろんなところ、いろんな要素を考慮できるように4つ、正確に言うと3つなんですけど、3つの実験を提案して、最終的に、1個の実験の中の、代わりになる分布が、アテンションよりもうまく動作しなかった、あまりいい結果が出なかったので、結局はアテンションの有用性を頭から否定するってことはできないってことが分かりました。ちょっと難しいんだけど、いけます。最初に、この、先行研究のアテンションイズノットエクスプレネーションについてこれざらっと書いてあったので、ざらっと述べていきます。これはアテンションスコアっていうものと、重要な指標、リーバーアウトとかグラディエントから来るものに測定されるものとの間に、単純に相関を見て相関がなかったっていうのと、あとアテンションの分布をランダムに変えた時に、結果がほとんど変わらなかったっていうのを得たので、アテンションっていうものは、エクスプレネーションというものを説明を提供できるようなものではないんじゃないか、結構これ排他性っていうのをすごい主張してて、例えば同じ予測するものが、他の、これ1個のもの以外に同様の予測ができるっていうものがいくつかあったりしたら、もうそれはもうもっともらしくないっていう点で、この人たちはどちらかというとこのエクスプレネーションを、もっともらしさっていうものを中心に置いていて、それで他にもあるんじゃないかってことで、あんまり、エクスプレネーションではないんじゃないかっていうふうな主張をしています。それに対応して、いろんなところから見られるような実験を考えました。これなんですけど、J&W っていうのがそのアテンションイズノットエクスプレネーションが見ている、結構ここだけ、結局アテンションスコアだけを見ているような内容なんですけど、提案した 3.2、3.3、3.4 っていうのが、それぞれ分類タスクとか、分散っていうものをグラフで確認したりとか、あと、分布自体を見ていくっていうものでやってて、最終的に、それぞれ敵対的な学習使ってるんで、それの方法を、提案しています。なので4つ提案したって書いてあるんですけど、正確には3つが、実験で、1個だけがその学習方法みたいな流れになっています。でちなみにここ、MLP で出てくるんですけど、これはマルチ、レイヤードパーセプトの塗装のパーセプトのことを示しています。じゃあ次、最初に、実験設定について説明していきます。最初に先に提案した3つ、それぞれ、このデータセットを使っていて、これはアテンションイズノットエクスプレネーションと使っているものはほとんど一緒、少し少ないぐらいなんですけど、上2つのダイアビーツが、糖尿病で、アニミアっていうのが貧血で、あとは、IMDB っていうのが、映画のレビューのコーパスで、あと下3つが、ニュースに関するものになっています。基本的な設定とかはもうほとんどそのアテンションイズノットエクスプレネーションと同じような設定でやっています。で次に評価するときに使う計算式とかも一緒なんで、これちょっと引用させていただいたんですけど、これも計算式、出力結果の比較するときに使う距離みたいなものも、このように定義していて、アテンション同士の比較に使うとき、比較に使う距離もこのようになっています。最初に1個目の実験なんですけど、分類タスクやっていて、アテンション、まずこのアテンションがまず必要なのかどうかっていうものを調べるために、分類タスク、これのデータを分類タスクとしてやって、
データの妥当性なども見ています。まあ、もしこれでアテンションが必要である場合、普通にベースっていうのが普通にアテンション使ったやつで、ユニフォームっていうのが、アテンションの重みをこう均一に慣らしてしまったもの、なんでこう影響がほぼないものなんですけど、使ったものと使ってないものの間ですごい変化の結果がガクッと落ちてるんじゃないかっていう風な主張をしています。それで、実験したところ上3つは、少し下がっているんですけど、下の3つがほとんど変わっていないっていうことなので、そこでこの3つのデータはあまり使うのは妥当ではないんじゃないかっていうことで、その中の、3つ全部削るというよりは、この一番上の SST ってやつだけを残して後の実験を進めていくことになります。なのでここからデータがいきなり6個から 4つにデータが減って先に進んでいきます。これでデータセットの妥当性とかも調べることができると述べています。で次に分散の確認で、これちょっとよく分からなかったんですけど、これは前のアテンションイズノットエクスプレネーションの論文と同じような実験をしていて、先行研究で得られた分散みたいなものが本当に正しく得られているのかどうかっていうのを確認するために本当同様な実験をするんですけど、同様な結果の表示をするんですけど、具体的にやっていることは、学習する時のランダムなシードをこう、いろいろ設定して8つぐらい使って設定してこうモデルで分析しているっていうシードっていう結果と、あとはその敵対的なモデルで使ったものっていうのがこちらのアドバーサリーっていうところにあって、これを使って比較していて、こうランダムに変えた時にどれだけ変わっていくかみたいなものを調べています。すいません、ここもよくじっくり見たけどよく分からなかったのでさらっといくんですけど、言いたいこととしては、一番右上だった C と E のグラフが、SST のデータセットについて、ランダムに変えたものと、適当的なものを使ってきたもので述べてるんですけど、こちらはなんか変更に対してとてもロバストであるというふうに述べています。すいません、ここはじゃあさらっといきます。で、3つのうち最後の1個分布の診断みたいなことをしてるんですけど、で今度、こういうモデルがある中でこの赤い線のところ、ここをいろいろ変えてみて、同様に分類タスクを解いて比較してみるっていうことをしています。で、4つの、重みの分布使ってて、1個目がユニフォームで、パセフトロの出力を均一にするものと、トリンの MLP で、マルチレイヤーパセフトロになんかアテンションみたいなものを学習させるっていうものと、3つ目がすごいシンプルな、シンプルな NSTM でアテンションレイヤーで普通にこう学習したもの、これがアテンションありのやつなんですけど、最後が敵対的学習でこうアテンションっぽいものをこう学習させて得る、だから一番上が鳴らしたやつで、で真ん中と一番下がそれっぽいものを学習した、なんか代わりとなる分布みたいなものを用意したっていうので、3番目だけが普通にアテンションを使ったものになっています。で、これで、分離の実験をしたんですけど、結局、普通にアテンションを使ったものが一番結果が良かったっていうことなので、代わりにいろいろ用意はしたけれど、結局、アテンションが使えるということをここで示しています。最後に、4つ目、いろいろ敵対的な方が手法が出てきたんですけど、これどうやって学習してるかっていうと、要はその代わりとなるものが存在すればいいんじゃないかっていうことなので、アテンションによる分布以外で同等の予測ができるものを得るために、この学習を使って、最終的にはこの以下の式で、TBD と距離を使って、最終的にモデルを獲得するという流れになっています。
で最後にちょっと長いんですけど、そもそもそのエクスプレネーションの定義について少し長々と述べていて、もともと説明可能な AI っていうのがこの透明性、説明可能性、解釈可能性の3つが挙げられていて定義されていて、まあ後でこう透明性がモデルの、特有部分が人間理解できる構造に対応するみたいなとか、説明可能性を解釈可能性よりも、少し劣ったっていうか、説明解釈可能性の方を重要視するような、定義とか、まあ、結構いろんな人によっていろんな定義がされてきていて、これもし重要な質問で、入力の特定の要素に高いアテンションの重みがあったら、その予測を行うことにつながるのか、結局アテンションの重みが予測につながっているのかっていうのを質問したときに、結構答えてる人が、前後研究でほとんどいなくて、これで、もし、透明性っていうものをエクスプレネーションに定義していた場合、複数のアテンションの分布から同じような予測ができたときに、透明性の中にこう排他性っていうのがあるんですけど、排他性っていうのはその正しく予測できるものは1個だけ、最もらしいものは1個だけ、それ以外は全部違うみたいな定義なんですけど、複数あったら、もうその排他性を満たしていないということなので、アテンションはそのエクスプレネーションではないっていうふうに定義できるらしくて、結局はエクスプレネーションをどう定義するかによって変わってくる、ね、どちらかというとそのアテンションイズノットエクスプレネーションっていうのは、エクスプレネーションっていうのをその、透明性というのも定義していて、それによって、予測できるものが複数あったら、じゃあもう違うっていうふうに切っちゃうんですけど、筆者たちは別に、もっともらしいものが、妥当なものがあってもいいよねみたいなことも少し書いてあったりしています。最後にコンクルージョンです。最終的にいろいろ長々言ってきたんですけど、述べてきたエクスプレネーションを説明するかどうかみたいなものは、どう定義するかにもよるじゃないかっていうふうに述べています。で、前の研究のアテンションイズノットエクスプレネーションはその、最もらしい説明性みたいなものをすごい考慮しているんだっていうふうに書いてありました。で、いろんな学習方法でこう代わりとなるような文法を探したんですけど、結局は今まで通りのアテンションが、結果が良かったので、アテンションが結局はこう何らかのこう意味のあるものを学習しているんじゃないかというふうに、述べていました。すみません、以上で終わります。